出しました。全部思い出しました。僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は六号ですが、六号は制御不能な失敗作でした。暴走した六号を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが七号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。これが究極兵器6号。僕のお姉さん。生きてる。お姉さんは最強の兵器だから。だからなんだ。その魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはず。でもどうやって。お願いです。約束してください、うん、もし僕がお姉さんに飲み込まれてしまったら、僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。だからその時はやめろ。殺してくださいね。おい、助けろ。エミールを引き戻せ。分かってる。もう誰も失わない、そう決めたんだ。動きが速い。エミールはまだ完全に取り込まれておらぬ。今ならまだ間に合うぞ。当たり前だ。奴には魔法しか効かぬ。魔法攻撃だってダメージになるだろ。いや、エミールは剣より魔法の方がマシだ。なら魔法で奴を止めて無理やりにでもエミールを助ける。
エミール、今助けるからな。早く戻ってこい。早く出てこい。怪我しておらぬか。待ってください。目がまだよく見えなくて。見ないで。僕を見ないで。どうしたエミール。おかえり、エミール。よく頑張った。僕、体が、こんな呪われた体で皆さんの前に。言っただろう。何があっても俺たちがついてる。俺の顔が見えるか。はい、僕が想像していた通りの顔してる。とってもかっこいいです。そうか。じゃありません。この魔力さえあればカイネさんを元に戻せるんですから。エミール、さあカイネさんのところに戻りましょう。僕の姿を見て
別の意味で固まらないといいけれど。バカ者、そんな無駄口は叩かんでよい。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。姿で生き続けるはいかなる種のか。おぞましいわ。二度と会わなくて済むよう、ここで殺してやる。剣か。剣ではない。お前の腕が上がったのだ。存分に暴れよ。おばあちゃん、カイネさん、生きて戻ってきてください。お前たち、エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のことわかるんですか。エミールはエミールだ。私は間違いない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になった。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。そうか、5年か。ヨナは？
探してるが、魔王の足取り自体なかなかつかめぬ。これ。それは月の涙。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけど。そうか、ありがとう。ありがとう。僕はカイネさんと接する。エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ、どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよ。でも大丈夫ですよ、僕らなら外で寝ますから。待てよ、おかしいだろ。己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならない。だって僕らこんなんだし、みんな怖がりますよね。あなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですね、カイネさん。私は外の方が慣れてる。そんな。じゃあ外で待ってますね。どうした。俺ちっとも気づかなかった。カイネがなぜ野宿していたかちっとも気づいてやれなかった。今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。デボルさん、初めて憎く思った。ポポルさんを冷たい人だと疑った。そんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。